マリオさん、こんな格好で失礼します。真剣衰弱だ。なんかキノピオがちょっとなんか一枚噛んでそうだな。おお、そこ顔だったんかい。すごいアメリカナイズ。さて、やってきましたね。あら、誰もいないはずなのに誰かいます？何あれ、あの大きな生き物？紙でできたハリボテみたいな、なんかねぶた祭りみたいになってるな。お家に入れなくて困ってるのかしら。いや、あれ完全に、あ、背中にオリーのマークのシールが。食べてる巨人か。進撃の巨人だ。ねぶただねぶた。キャー、お家を食べてます。嘘でしょ。紙食べるんだ。あのハリボテがあちこちをスカスカにしてたの、この食いしん坊。言っとる場合かい。目もくれず。あら、背中、頭の後ろにアニメ印のシール。ということはあのハリボテ、多分アニメの力で動いてるんですわ。なるほど、ラメ入りのかっこいいシールだ。そしたら逆にあのシールが弱点なのかも。なるほど、シールを狙って叩けば力が弱まってやっつけられるかもしれません。やってみようか。ただその前に一回こっちでセーブしたいな。ほい、セーブ、あ、間違えた。あ、ハリボテ男の、え、ダメ、え、ダメなの、セーブ。そんな、わかりました。あ、てか上にもいる。やば、おいしょい、取れた。あ、え、弱くなったかも。ちょっと、え、弱くなった状態で戦うって感じか。あ、違うわ。え、どうしたらいいの。止まった時に叩けばいいの。あ、そういうことだ。あ、やばいやばい、今今今今、オッケー。なるほどなるほど、ちょっと心痛いけどな。オッケー、やりましたわ。さすがマリオさん。なるほど、ウェブバトルじゃないパターンもあるんだ。それでこれからどうするんでしたっけ。ルイージを探すんだよ。今右奥にもいたな。あ、そうか、ピーチ城があったところに行けばいいのか。そうだよね、そこにルイージもいたもんな。あそこに見えるのがそうかしら。いかにもお城のもんって感じ。そうだね、オッケーオッケー、気をつけていこう。よし、あれなんだ、ハリボテ兵は倒したらこうやって、あ、なんで復活した今。あ、倒したらハートとかも出るのかな。便利だな。ここ何、あ、かっこいい。なんだこれ、ホテルかな。めっちゃおしゃれ。これなんか入れたりしないの。あ、入れる。え、入れちゃった。なにこれ、うわー、なんだこれ。え、なにこれマジで。あー、なにここ、土管がこんなにいっぱい、贅沢。これ何？読む。旅の土管。え、これステージ選択じゃない？で、1入ってみる？試しに。入る？はい。何これ？あ！土管の先が塞がってて通れない。あー、なるほど。ステージ各地にある穴を、その土管を開けてくるんじゃない？これ。多分そういうことだな。なるほど。ステージスキップができんだ。ただ昔みたいにこう行ったことがないステージには行けない感じか。なるほどね。そしてこれ何ですか。スーパーマリンゴ、伝説のキャプテンピオが乗っていたとされる古代の潜水艇、キノピオのピオかな。これ過去作じゃないの、みんな。これ過去作っぽいね。教えてほしいです、皆さん。アートギャラリー。うわ、絶対この辺あれだ、おまけ要素だ。開かない、開かないんですけど。ここは折り紙ピノキ、キノピオギャラリー。あ、ここも開かない。全部開かないのかな？お宝ギャラリー。なるほど、なんか手に入れると開くパターンか。はぁ、なるほどね。折り紙キャラクターギャラリー。なるほど。あれじゃないの？さっき、助けたキャサリンとか、折り紙キャラクターギャラリーじゃない？あ、折り紙じゃないわ、でも。サウンドギャラリーも開かない。クリア語要素かな？まあ、とりあえず、スルーするか。あ、てか、ここに土管がある。入る。入っちゃった。あ、ぶつかって通れないわ。え、この土管を開けるのどうやってやるんだろうな。あ、武器とアイテムの店ショップ来た。全部開かない。え、これ多分全部開かないんだろうな。あれ、橋が壊れてる。え、橋が壊れちゃってますわ。こんなんでどうやってピーチ城へ行ったらいいのかしら。困る困る。いくらマリオさんでも地面の下から向こう側にひょっこり出たりできませんわよね。明らかに怪しい土管がある。これだ、絶対これが繋がってる、向こうと。え？あ、そう行くの？え？あ、そっち？絶対それだと思ったのに違ったんだけど。でもじゃあ別の土管があるってことだな、多分。こっちとかか。あった！これだね、絶対に。絶対にこれがあれだって、裏口だって。
一回ちょっと雷来てもらいまして、オリーのあれだ、マークがある、これひっぺがしたろ、よいしょ、行きましょう、絶対これだって。ぐるんぐるんぐるん、違ったんですけど、さっきのやつでもないんか、ここかい、すごい回されるな、絶対ここもあるだろ、ないんかい、ほんで、え、嘘、え、違うの、え、違ったんだけど、さっき言ったとこだ、俺が、あれ、じゃあどこだ、これ開けられたり、あ、するな、あ、ここ怪しいね、怪しいよ、なんて、なんかいるな、なにこれ、引っ張る、あ、あ、あん時の画角のやつらが襲ってきたから隠れてたんだ、そうだったんだね、いや、じゃあ隠れたところ俺が引っぺがしちゃったのめっちゃ申し訳ないけど、で、あれ落ちてこない、ダメだ、ジャンプいけないもんね、なるほど、これはなんか強いハンマーがなんかがいるんだろうな、こんなとこに兵法がいたわ、こんにちは、大丈夫、怯えてるな、すごい怯えてるね、こんにちは、キノピオたちがいなくなった後にでっかいハレボテがいきなりやってきたんだぜ、ワイルドだろ、ベチ城の方でも一体大きな音がしたし、一体何が起きてるんだ、かわいそうに、あ、なんか宝箱ある、なんこれ、はい、なんこれ、お宝フィギュアナンバー5、デクノヤマスピーカー、壊したやつだ俺が、お宝フィギュア、何それ、ちょっとかわいいですわ、うわ、こんなあったの、嘘、俺結構逃してきるじゃん、一回見たけどねこれね、でもあれ針で行けなかったもんな、あ、こっち行けるな、あ、また宝箱あった、何、お、フィギュアだ、ピーチ城の松明ニッチだな、なんでこんなニッチなフィギュア用意してんの、挟まってる、よいしょい、開いた、大丈夫、平洋、助かったよ、俺にいいこと教えてあげる、そこの地下通路ってピーチ城と繋がってるらしいよ、あ、ここか、ありがとう、だけどごめん、その前に今下の方ですごい助けてって言ってるやつがいた、それだけ助けとくわ、助けようと思ったんだけど、あれ扉の前にいるから開かなくてさ、ハンマーとかで叩いてもダメだったから、多分これ今じゃないんだと思う、だから残念だけど彼には申し訳ないけど後回しだ、ごめんな、よし、地下水路行きましょう、あれ、よいしょじゃないんかい、そのマンホールは専用の道具がないと開かないと思う、道具は僕と同じ赤い兵法が持ってるはずだよ、探してみたら、じゃああいつじゃない、やっぱり、じゃああいつじゃない、さっきの君かい、持ってない、大丈夫かよ、あ、え、俺は兵法じゃないぜ、ムーチョだぞ、ムーチョかいムーチョかい、てかムーチョって言うんだあれ、初めて知ったけど、普通に、え、他に兵法いなかったからやっぱ彼なのかな、あ、わかった、こっから行くんだ、なるほど、オッケー、来た、来ましたね、なるほど、見てない間におりゃい、よし、オッケー、いい感じ、来たね、なるほど、ほい、で、こうまっすぐ飛んでくるから、ここで、おい、こうして、おい、あ、待って、薄い取ってない、あ、オッケー、いけた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 、あー、ぶねー、大丈夫、助かったよ、あんなでかいハリボテ倒したよなんて、さすがマリオ、やっぱ有名人だな、マリオ、あ、よく見たらあなた赤いですわ、ねえ、赤いマンホールさん、マンホールさんで兵法を開ける道具って持ってます、君が何を言ってるかよくわかんないけど、あの道具ならここにはないよ、ないんかい、多分港のそばにある赤レンガ倉庫にあると思う、あ、あそこかい、行ってみるか、さあ来ました、ここか、はい、なんか知らない、あ、そういえば閣下君のやつらそこの棚になんか隠してた、ありがとう、この辺かい、はい、あ、オッケーオッケーオッケー、なるほど、おれいおれいおれいおれれ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 れ、オッケー、なんか出た、あれ神の手だ、あれアイテムじゃない、どうしたらいいんだ、あ、なかった、いい、よいしょい、あ、扉だ、なるほど、こっち行けるんだ、来た、クリボーがいるね、露骨にね、ちょっと待ってね、一回これ壊しまして、あ、紙か、ここはほい、あー、これはコインか、あ、あの左上怪しいな、こっちは登れ、あ、まだこれこう落とせる、無理だ、ってことはあの台車が怪しいな、ちょっとごめんなさいね、これ怪しいね、あ、
なるほど。ん？こう、無理だな。これって掴めたりしない？ダメだ。これ叩けたりするじゃん。あ、なるほど。はい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 、なるほどね。で、こう行ってこう行って、はいと。で、ここ壊して、これじゃない？違うんかい。となると、これで、あ、そうか、こっちから行けるのか、普通に。これで行けるのか。こっちで行けるのか。あー、こうだこうだこうだ。で、これだ。ほい。あ、これか。で、ついでに、キノコゲット。これだこれだ。マンホールフック。赤レンガ倉庫で見つけた地下水路のマンホールを開けるためのフック。よーし、来たぞ。調べる。で、フック。はい、来ました。よっこらせい。開いた。行きましょう。あ、降りるとかじゃなくて、そのまま飛び込んじゃった。危ない危ない。大丈夫か？足折らないようにな。あー、なんとかなった。怖ー。あー、真っ暗です。これじゃお先真っ暗ですわ。マリオさん、電気つけて。多分あれかな。これじゃない？あ、こうか。あ、ついた。え、かわいい。え、急にかわいい。ちょ、その前にこれ気になる。これなんか特別なアイテムとかではない。え、かわいいんだけど。あ、叩いちゃった。え、何これ。粋だね。あ、黄色キノピオ。マリオさん、誰かいますわ。え、マリオさん？んな、違うな。誰これ。よかった、助かった。マリオさんが来てくれたらもう安心ですね。博士みたい。タウンは折り紙に襲われて、それはもう大変なんです。私も命からがら逃げてきましたよ。申し遅れました。私、キノピオタウン大博物館の館長をしております。あ、あそこか。フィギュアとかのやつ。なるほど。んー、近い。さらに今なら特別に、特別、あ、幻の古代メーカースーパーマリンゴもババーンと展示しております。とにかくキノピオタウン大博物館へぜひともお越しください。ありがとう、さっき言ったけど。館長なんだ。博物館マリンゴ初めて聞くことばかりですわ。なんかリンゴとマンゴーの愛の子みたいな。いや、でもさっき言ったからいいですさっき言ったからいいです。あ、暗っ。でもボタン光っててわかりやすい。なにこれ。怖い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 。ちょっと気持ち悪い。あ、しかも行き止まりだし。戦わなきゃいかん。あー、回復できた。よかったよかった。いや、怪しいよ。今今今今今。いやー、ネズミー。だけど奥になんかあるな。気になる気になるな気になるな。はやそんなバカな。よし、どんな問題。オッケー。したらここで、間違えた、すんごい巻いちゃった。あー、キノコだ。よーし、いいね。まあ今のところ回復は割と落ちてたりするから大丈夫だけど、まあなんか終盤のところで使えそうだもん。そんなバカな、そんなバカな。ああマリオのそういうなんかああみたいなのかわいいわ。そろそろ結構奥地まで来たんじゃないか。これなんだ。はい、びっくりした。ちょっと気持ち悪いな。なんだ。あ、マリオさん、土管がありますわよ。どこに繋がってるのかしら。めっちゃピーチ城に繋がってそうなこと書いてあるな。でも水がある。あ、宝箱もあるな。やだマリオさん、お水がたまりです。これじゃあ髪の私は入れないですわよ。このお水め。そうか、髪は濡れちゃダメなんだな。しゃあ、どうした。お、なんか出た。やっぱそういうことか。はあ、髪の手ね。なるほどなるほど。よし、そうか、折り紙が隠してるパターンもあるのか。で、握って回、どっちに回せばいいんだ。こっちか。離す。あ、回す、離す、握り回す。あ、止まった。おー、水が出た。え、出しちゃっていいのか逆に。あ、なるほど。左の水を右に出してるわけだ。なんで右の水位変わらないんだ。オッケーオッケー、なるほどねー。あ、ノブラクション始めてみた。かわいい。よし、これできるようになったと。あ、お水がなくなってる。なんで。いいのさ、君は知らなくて。よーし、そしたらこれのコインをちゃんと集めまして、これ何。はい、お、フィギュアだ。マンホールの蓋ナンバー 16? 結構飛んだな。あ、落書きセールお宝100、今発見率 100% で出てた。ってことはこれで全部なんだ。で、なんかこっちもいけるよね。ほら、こっち何。ちなみに隠し通路。あ、ネズミだけ。あ、やばい。あ、でもなんか多いって言ってんな。よーし、どうした。
そしたら、あ、待って、コインだけはちゃんと取らせてください。すいません。はい。あ、キノピオか。あ、マリオさん大丈夫？助けていただきありがとうございます。行っちゃった。あ、キノピオ救出率 100%。 あ、そういうの出るんだ。ってことはじゃあ俺キノピオタウンで全部はいけてないんだ。まあそりゃそうか。結構見逃してる気がするな。まあこれは仕方ないとしよう。よし、なるべく見つけたら率先して取っていく感じにしましょう。よし、これでおそらくいけるんじゃないでしょうか。セーブも入りましたね。オッケー、これだ。よいしょ。わーい、ピーチ城の門に出てきました。さすが土管ですわ。あ、喜ぶのはまだ早いですわね。マリオさんのご兄弟が無事かどうか早く、確かめないと。そうだ、ルイージ大丈夫かな、心配だけど。いやー、あ、ルイージの車だ。マリオさん、あのガラクタ何かしたら。お前ガラクタ呼ばわりて。あんな大きいものが後ろから飛んできたの、危ないですわね。いやー、危険だよ。調べれる。とっても重そう。ちょっとどかすのは無理かも。あ、ダメか。あ、ありました、ご兄弟の帽子。本人はお城になんか捕まっちゃってたりしてないのかな。後ろにちっちゃくルイージって書いてありますわ。書かなくてもわかるわい。ルイージさん一体どこにいるのかしら。あ、助けて。ああ、私にはまるでルイージさんの助けを求める声が聞こえたような気がします。次元の狭間に閉じ込められたよ。あれ、なんか聞いたことあるフレーズ。そう、まるであの暗くて狭い次元の狭間に閉じ込められてるような。兄さん、どっかで下敷きになってんじゃないの。兄上、ああきっと兄上の手によってひどい目に。マリオさん、この帽子は思い出として大事に預かっておきますわ。ちょっとやめてくれ。ルイージさんのことは残念ですけど、どうか気を落とさずに。おい、死んだんか。死んだことにするんか。この下じゃないの、これとか。違うな、ここじゃないんだな。あ、待って、怪しい亀裂がある。おりゃい、やはりな、こっちだろう。あ、これはこっちだよ、助けて。声が聞こえるな。ここでもない。どこだ、どこ行った、どこ行った。こっちの方だな。このなんか下敷きの裏とかじゃない、違うな。あ、これか。あ、違う。でも壊せるとこいっぱいあるんだよな。あ、わかった、ここだ、これだ。おいおい、来たんじゃない。それも神の手か。神の手だ。近くにいるよ。わかった、なるほど、ここか。どこだどこだ、どの辺だ。あった、おりゃい。いや、あー、ちょっと失敗した。あ、失敗した、失敗した、ごめんなさいごめんなさい、すいませんすいません。おりゃ、よっこらしょい。オッケー、閉じ込められてたのか。あれ、出られたのに体が動かない、金縛り。おりゃい、おりゃい。あー、よかった、ルイージありがとう、助かったよ。やっぱり兄さんは頼りになるな。ルイージさん、無事でよかったですわ。どの口が言うねん、死んだことにしようとしてたのに。私オリビアです。マリオさんにはとってもお世話になってます。ところでどうして次元の狭間にいらしたの。二人の共通認識にすな。いやー、兄さんと別れた後折り紙の兵法に捕まっちゃってさ、いきなり折りたたまれて、お前も後回しだって次元の狭間にいられたんだ。そうだったんだ、てっきり俺なんか下敷きになっちゃってんのかと思った。そうそう、ルイージさん、大事な帽子が落ちてましたわよ。あれ、ピーチ城がなくなってる、今かい。なんで、どこへ。ピーチ姫はどうしちゃったの。ピーチ城は私の兄上がピーチ姫さんごと遠くへ飛ばしてしまいました。私たちはそこにいる兄上を止めに行こうとしてますの。あ、そうだ、僕はピーチ城の鍵を探してる途中だった。いつも兄さんに助けてもらってばかりで、たまにはいいとこを見せなきゃね。ピーチ城の鍵、ピーチ城の鍵は僕が絶対見つけるよ。それじゃまた。あ、行っちゃった、別行動なんだ。え、帽子は。確かに鍵は必要かも。ルイージさんってとても頼りになりますわ。いや、あの帽子は。ルイージさん頑張って、行ってらっしゃい。帽子で振るな。あ、帰ってきた。サンキュー。それじゃあ兄さん、オリビア行ってくるよ。一緒に行きたいけどな。行っちゃった。
ところで私たちもピーチ城を目指すといっても、これから一体どうしたらいいんでしょうか。この辺りに何か手がかりがないか探してみます。そうね、とりあえずこれ壊してと。ほらこんなもんか。手がかりね。お、あれ、あそこにあったガラクタがなくなってます。ガラクタっていうな。てかすんごいあれだな、タイヤコンがついてんな。ルイジさんがどかしてくれたのかしら。お掃除ご苦労様ですわ。違うよ、あれがそのルイージの愛車だったんだよ。かわいそうだな。ガラクタガラクタ言って、あんたひどいことは全く。よし、オッケー。てか車も知らないんだね、本当に。箱入り娘なのかな、やっぱお姫様みたいだもんね、まるで。さあこっちから回って、あ、手がかりありそう。あ、ピーチ城が見えます。このままじゃあの紙テープが邪魔で中に入ることもできませんわね。いろんな方から伸びてるけど、一体どこから来てるのかしら。あ、なるほど、紙テープが来てる方向に行く感じか。ついてるな。赤いテープはこっちの方へ伸びてますわね。ねえマリオさん、このテープを追ってったら先には何があるのかしら。なるほど、そういう感じなんだ。しっかりしたストーリー展開。しっかりしたストーリー展開が、まあ俺をこう感動させていくわ。あ、こっち続いてるわ。え、追いかけてみよう、追いかけてみよう。ん？助けて。上にクリボーいるな。悪空間に閉じ込められました。今度は悪空間かい。あ！待ってみんな気づいた？このさ、左の塔にさ、あのお菓子の箱みたいなのがついてる。マリオさん、またまたどこからか声がしません？誰だろう？これだな。絶対これだな。あ！ダメ？やばい？あ、やばいかも。落ちてきた。多分こいつが持ってるな。何その力みたいなやつを。オッケー、やっぱりな。なるほど、で神の手だ。いやこれ何でやってもおもろいな。でこれはこっからこうピリピリと剥がすタイプ。見たことあるやつだ。俺も片手しか掴んでなかった。はい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 、気持ちいいやつ。ピリピリっと。青クリボーじゃない、クリボーじゃない、またクリボーって言っちゃった。青キノピオだ。ありがとうございます。私キノピオタウンでショップをやってるキノピオです。ああ、旅に役立つアイテムや武器を各種取り揃えております。ぜひご利用ください。あ、武器とか確かに欲しいかも。あれ、この足こんなに短かったっけ。これじゃ帰れないよ。なるほど、おお、救出率 100%。 オッケー。でここの橋を戻せばいいのか。怪しい、これオリンのやつじゃない。はい、剥がした。おお、なるほど、これできるようになったんだ。お、試供品、何？あ、キノコかい。ありがとう。あ、行く行く行く、ショップ行く。そのままついていくわ。あ、いた。あ、マリオさん、空間から助けていただいたショップのキノピオです。オッケー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 、行くわ。あ、開けてくれた。え、俺武器欲しい、武器。俺そういうのが大好き。わー、武器がないと思ったけどあるな。これじゃないの。あ、話さなきゃいけないのか。いらっしゃいませ、武器とアイテムのお店、ショップへようこそ。お店とショップかぶってるだろ意味。ほう、アイアンブーツ、トゲの敵でも踏めぬちょっと強くて硬いブーツ。あ、これあれじゃない、トゲの上歩けるようなんじゃないのこれで。なるほど、ファイアフラワーとかあんだ。これファイアフラワーってどういうやつなんだっけ。あ、1列分の敵に投げつける。あー、なるほど、アクション回数とは別に攻撃できる感じかな。よし、かもしくは普通に列で攻撃できるのか。アイアンブーツ買っとこう。よし、しかもこれ何個か買えんのか。あ、それってバトルで使う武器でしたっけ。そう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 、いろんな効果がありそう。あ、装備できんだ。あー、なるほど、壊れちゃうんだ。じゃあ3個ぐらい買っとこうかな。ね、合わせて3個ぐらい買っとこうか。手持ち個数が出てるわ。よし、コインはまあ死ぬほどありますからね。んー、まあとりあえず大丈夫か。よし、ありがとう。ちょっと装備してみるわ。あ、情報とかめっちゃ出てる。あ、紙テープの情報出てる。最後のセーブの場所も。あ、地図とか分かりやすい。おい、すごい分かりやすいな。武器あった。はい、これを。あ、なるほどね、こういうことができんだ。あー、なるほど。でトゲでもいけるよと。でこれはまだ分かんない。アイテム、マンホールフック。なるほど、分かりました。よし、じゃあ行こっか。よーし、戻ってきた。じゃあとりあえずこの赤いテープを追っていけばいいんだな。上にすんごい続いてるから、
こっち側にこう行っていけばいいのか。青く続いてんね。行きましょう。ワクワクすんな。こっから、あれかな、やっとチュートリアルあたりはまあ終わって、キロピオタウンを抜けて新しいステージへとって感じか。ピクニックロード、すごい豊か。急にすごいなんか賑やかで豊かそうなとこ来たな。で、ここすごい広いけど、なんかいいアイテムとか出ないしない？あ、もう一回か。はい、どうぞ。おー、コインいっぱい出た。だけかい。だけかい。あ、だけではなかった。なんだ？あ、緑キノピオくんだ、今度は。草の中に隠れて気分も腐っちゃいました。色だって緑になっちゃったし。もともと緑じゃなかったんかい。いや、ダメダメ、プラス思考でいかなきゃ。プラスといえばマリオさん、プラスでメニューって開いたことあります？めっちゃ押されるな。分かってるよ、ありがとう。ありがとうね、いい子だな。よいしょ、オッケー。こういうのは基本的に壊してった方がいいだろうね。ヒロ、あ、クリボーとかいるけど、ノコノコもいるな。あ、ペーパーノコの子がいるじゃん。あー、ここお花だらけでとっても綺麗ですわね。お花のいい匂いとお日様もポカポカで、なんだかウキウキしますわ。とっても気持ちいいから、ちょっとここでピクニックとかしてきます。ピクニックロードだもんね。はっ、いけない、ウキウキすぎて早速紙テープを忘れるところでしたわ。可愛い子だな。とりあえずあの赤い紙テープ右上の方に繋がってるね。あっちに行けばいいのか。のこのこさん、こんにちは。あ、マリオさん、こんにちは。こんにちは。今日は僕らのこのこのヒーローを拝みにはるばるやってきたんですよ。ヒーロー、大変だ。どうしたどうした。まあ事件が起きるわな。てか、こんな折り紙兵たちがいっぱいいるのに意外と大丈夫なんだね。大変だよ大変だよ、大変なことになってるよ。どうした。え、そんな大変なの。そりゃ大変だ。具体的に言え。大変だ大変だ、具体的に言え。あいつら具体的に言わない。で、なんだこれ、あからさまに折り紙ではないものがある。怪しい。あら、まあ可愛いお家が紙テープに巻かれちゃってます。あ、わかった、これ紙テープの先でなんか解決したら紙テープが取れるパターンだ。なるほど。おい、可愛いお家の中の人、紙テープを何とかしたらまた改めて伺います。それまで頑張って。なんか発明とかしてそうだね。これでうちの人も一安心ですよね。まあ、中に人がいるかは分からんけど、でもなんか怪しいですね。あー、え、犬がいる、かわいい。でも赤いな、これもしかして。あー、やっぱりキノピオだった。うんうん、私はキノピオダウンでバトルの研究をしてます。お、大博物館のすぐそばのバトル研究所でトレーニングしませんか。せっかくここまで来たのにまたタウンまで戻るの。確かに、それならこの先の見晴らし山にタウンまですぐに戻れる珍しい土管があるらしいです。あ、あれだ、あの博物館にあったやつ、博物館の前か。ということでお待ちしてます。ワン、あ、中か。あ、今ならキャンペーン中で入会のお客様にとってもいいものを差し上げます。なんだろう、バトルの研究。まあちょっと気になったら行ってみるか。来た、見晴らし山、かっこいい。え、赤の紙テープが、あ、左上にあるな。あ、上から出てる。高い、あんなところに絡まっちゃってます。あそこまで登らないといけないの、こりゃ大変だ。じゃあマリオさん、頑張って山登りお願いします。俺かい。私も、懐の中で一生懸命応援してます。わかった、行くけど、待って、これもキノピオじゃね。ほら、俺キノピオマスターだわ今。宝箱もあった。なんだ、お、来た。あ、ナンバー17、緑の茂み。茂みって、で、ここにもなんかいるね。やはりな。マジで完全にキノピオ発見マスターなんだけど。何してんのこれ。さあさあ、ご用途を急ぎでない方はちょいと聞いてきな。何、チョロップだ。さて、お立ち会い、ヒゲのあんちゃんついてるね。今日はすごくいいものがあるよ。何、あら、なにこれ。そんじょそこらのタマッコロとは一味違う、ありがたい奇跡のタマッコロ。なにこれ。何ですかこれ。おお、タートルボールだ、欲しい欲しい欲しい。タートルボールって何。いやー、皆さんお目が高いね、お目が9。これを逃したらもう買えないよ。今日は大サービス、1万コインポッキリでどうだ、買っていけなよ。持ってれー、あと2000だ、買えない。おや、買わないの。そうかい、そうかい。でもせっかく巡り会えた今日この日の奇跡に感謝、ぜひとも買っていただきたい。いかにも大事なアイテムっぽい、玉のように丸い玉っころ、買わなきゃ損損、ソンブレロ。
それじゃ大サービス、今なら特別に5000コインだ。ほーら買っちゃいら。お、これ買わない続けたらもうちょっと値切れそうじゃない？え、意外や意外、ヒゲに似合わず財布の紐が硬いじゃないの。お硬いのがお好きなようで。それじゃ圧倒的大サービス、大大大大大爆発だ。神秘の模様がとってもおしゃれ、神聖な感じの玉ころボール、3000コインでどうだ。これ以上はいけなさそうだな。まあ、3000コインでいっか。行きましょう。マイドリー、3000コインね。よし、ゲット。緑のタートルボール、謎の叩き売りが売っていた緑色のタートルボール、これ何？めっちゃへこんでる。何それ、変なボールですわね。すっごいへこんでるけど、なんかちょっと申し訳ねえな。あー、タートルボールが買われちゃった。ごめんって。なんかこれ何に使うんだろう、全く分かんないけど。あ、あった、これだ。赤くてツルツルで珍しい土管ですわ。これ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 、これでタウン戻れるやつだ。剥がしましょう。いー、はい、ちゃう。行きましょうか。入ります、旅の土管。なるほど。ってことはじゃああれだ、このなんだっけ、見晴山が第一ステージ目ってことだ。やっと第一ステージなのか。今までの全部チュートリアルだったんだな。っていうかプロローグか。このゲームボリュームあるなあ。あった、バトル研究所トレーニング受付中。これだ、行きましょう。意外と近場にあった。で、あ、地下があるね。え、広っ。ようこそバトル研究所へ。あの時のワンワンの人だ。ここはバトルに関する様々なトレーニングマシンを取り揃えております。なるほど。そこのバトルの苦手なあなた、ここでトレーニングすればきっと克服できますよ。さあマリオさん、ご自由にお使いください。あなたなら強くなれる。あ、そうそう、こちらは入会キャンペーンのプレゼントになります。なんだろう。おお、ワンナップキノコだ。バトルで負けた時一度だけ復活できる。なるほど、ワンナップキノコ、そういう立ち位置なんだ今作。うまいことなんかあれだね、このペーパーマリオに合った効能にしてあるんだ。そのワンナップキノコは持ってるだけで発動するお手軽仕様。なくなったらショップにも売ってますんで、ぜひご購入ください。あ、これショップに追加されたってことかな。あ、結構持っといていいかもね。ボス戦とかになったら必要そうじゃない？それはハンマートレーニングマシンです。マリオさんお得意のハンマー攻撃のタイミングをトレーニングできます。あー、なるほど。あの、タイミングよく A ボタンを押すとこうダメージが大きくなるってやつね。バッチリ。なるほど、わかりました。あー、これはこれなんだ。あの奥はさ、ブーツであの踏むやつじゃん。あ、ガードトレーニングか。あ、これ一回だけやっとこうかな。ガードのタイミング俺ちょっと苦手なんだよね、まあ、戦闘ほとんどカットしてると思うから。あ、バッチリだ。意外といけてるな。ほい。あ、いけてるじゃん。大丈夫そうですね僕。どうやら戦いのセンスはあるみたいです。多分前世が織田信長とかなんでしょうね。よいしょ、戻ってきた。さあ見晴らし山に帰ってきました。お、あ、いきなりハート出た。でも今満タンだからいらなかったな。おお、石の下にも何年とやら我慢していればきっと助けてくれると信じてました。キノピオ。こんなとこにもいたのか。待って、みんな見える、あそこキノピオいるわ。あれどうやったらいいんだ。ここ直したらなんかあるかな。関係なさそう。え、じゃああそこ何なんだろう。あれいけないよな。クレボだ。何、あっ、やばい、ハリボテ兵だ。え、どうすんの、え、どうすんの。これは一回見つかって突進させて、はい、来れない。こっち来れるの、ちなみに。あ、来れない。あ、なるほどなるほど。これで後ろからドン、剥がしました、ぶつけます、ドカン。こっち来れるのかい。それは来れないんだね。おりゃい、おり、あ、じゃあ、危ねえ危ねえ危ねえ。はい、オッケー、余裕ですよもう。あ、こっちから行けんじゃん、さっきのキノピオ見つけちゃったからね。一回見つけちゃったからさすがに助けとこうか。よし、これはジャンプで、あれ、ジャンプハンマーってできないんだっけ。あ、ハンマーで落ちてくる。うわー、落ちる、折り紙にされたくないよ。落ちたー、マリオだよ。あれ、ありがとうございます。
これで地に足のついた生活ができます。逆に今までどれだけ長い時間ここに張り付いてたんだよ。相当な精神力だな。君はこれからその精神力で食っていけるよ。ん、なんだ、どうした、なんか出た。あ、めちゃめちゃ壁に剥がせますよっていう主張してるところがあるな。はい、よいしょ。あ、カロンだ。え、これってまさかタートルボール持ってる。のこのこさん、きっとここに閉じ込められて骨になっちゃったのね。そういうことじゃないのでは。懐かしい音。おー、黄色のタートルボールだ。壁に埋まったカロンが持っていた黄色いタートルボール。え、これマジで何なの。変なボールが2つ目ですわね。これ何なんだろう。かわいそうなのこのこさん、どうか安らかにお眠りください。いや多分彼はそういう生物だと思うけど。あ、カタ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 、のこのこ違う、俺カロン。片言喋りだったんだカロンって。わあ、嬉しそう。きっと天国に旅立ったのね。捉え方斬新だな。ずっとそのキャラで行くの疲れないあんた。なに、おお、どうすんだ。ちょっと待って、来てるよね、すごい来てるね。待って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 、あぶねえ。え、どういうこと。え、あ、あ、なるほど、そういうことか。あれを使えと。待て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 、オッケー。でん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 マリオさん、赤テープにくるまって遊んでる人がいます。遊んでないよあれ、絶対に。おい、紙テープで遊ばないで、それは危ないテープです。遊んでるように見える、テープに巻き込まれて困ってるんですよ。あ、ここ長所じゃないのか。というかこのテープ何なんですか。これじゃあもみじ山にゃまにゃ、もみじ山行きのロープウェイが動かせません。あ、ロープウェイか、あれがもみじ山。へえ、この乗り物もみじ山ってところへ行くの。あ、そのもみじ山には青い紙テープが行ってるね。次のステージってことじゃないこれ。それってあそこの赤いお山かしら。わあ、真っ赤なもみじ山に青いテープがひらひらで色合いがとっても素敵。本当に言ってる場合かい。言ってる場合かいって俺このゲーム起動したから何回言ったんだ。青いテープですわ。え、マリオさん、青の紙テープも見つかりました。赤テープの次はまたここに来てもみじ山に行くのがいいかも。そうだね。おい、キノピオさん、また後で来ますから、そこでおとなしく待っててね。かわいそうに。一回ちゃんと人と巡り合ったのにまだ助けられないのか、残念だ。ちょっと待って、バタバタが。ちゃ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 。お、そろそろ頂上近いんじゃないこれ。あ、てっぺん来た、やった、ようやくてっぺんに着きましたわ。あー疲れた。あ、私は疲れてないや。マリオさんがお疲れ様でした。お、そうじゃねえか、よく考えたら。何をあんた言ってんの、ずっとポケットに入ってたでしょ。よし、それじゃあ早速タワーに入って紙テープを。いや俺もてっぺんかなと思ったけど、てっぺんじゃないかと思った理由これなんだけどさ、何これ、岩じゃない？あれ、入り口どこ？あ、待って、なんか怪しい、新しいような紋章があるな。あ！入り口高すぎません？この土をよじ登るなんて、無理！でもよじ登るのは俺だぞ。君は飛べるじゃないか、というか。土？そう、この土が盛り上がってて、とっても邪魔ですわ。そうだね、なんか地面が突出しちゃってるんだ、隆起しちゃってる。あ、マリオさん見てください、その魔法陣。何これ、亀のマーク。あ、ノコノコじゃないこれ。ノコノコにお願いするんじゃないの。これって多分大地を司るとかなんとかの神様。神様、そうそう、土神様の魔法陣っぽいです。
土神様。え、神様とかのそういう世界観なのこれ。でも優しい土神様がこんな意地悪するかな。絶対オリオンの仕業じゃん。じゃあもしかしたら兄上がこの魔法神で土神様を呼び出したのかも。こうなったら土神様を、探してお願いするしかないかも。え、神に直談判するの？これやばいんじゃない？これやばいよね。あれ俺持ってるな。ブクブクを釣り上げた。とってもちっちゃい。あ、いめ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 い。うわぁ、うわぁ、でかっ。かっこいい。